はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はジャンプチなんですけども、蹂躙するのびだというわけで、明石超究極2種類ですね。やっていこうかなと思うんですけども、ギミックが高速弱体化ダメゲンというわけで、はい、まあ高速と弱体化重視でやっていくパターンかね、やっていくんですけども、パーティーこんな感じで、一応限定なしで初回はやってみようかなと思う。メイン全員高速対策で、友情技に弱体化とちょっと高速、必殺プチ高速とかいうゴミ高速やってくるんで、多分ね、メインキャラは必殺、高速経験でいいんじゃないかなって思うんですけども、よろしくお願いしたいなと思うんですけども、ドリブルの速さがでかすぎんね。でか、速すぎるわ、こいつ。これ、どないなってんの、これ。ほんで、これ何個高速 ?23 個、おんまい。正気か、この高速の数。必殺を23個割らへんかったら、この高速解けへんって、正気か、おい。どないなっとんねん、これ、マジで。終わり腐らしとるというわけで。高速解除して、そんでもってこっから真剣勝負となってるんですけども、ぶち込んでいきまして、そこまで高速でかいと思ってなかったから、友情技に高速軽減全然積んできてないわ。そういう感じですか。ほんでまた6個軽減、厄介なことしよるね。これはもう高速軽減、なくなったんですけども、なあ、こんなに高速積んでくると思ってなかったからさ。そうですか。ほんでダメ減でしょ、このバフ。ほんで永続か。ほんで邪魔プチ、きしょいことをしよるね。あ、でも 4% か、バフは。バフ 4% やけど、ちょっと高速がちょっとやり直そう。はい、というわけで友情技ギャンギャンに変えていきまして、高速軽減バチ積んでやっていく。弱体化はおそらく、まあ、一応2枚だけ積んできたんですけども、短縮。その2枚でこと足りると思うねんな。で、レジェゲージここで 100% アップをしてくんねんな。これもなんかこっすいというか、何を考えてるんかよくわかんないんですけども、そんでもってここに関しては、ぶち込んでぶち込んでいくムーブ、これはまあいいんじゃないかなとは思うんですが、5個、この5個どうする、これで、ここ割ってこう割りましょうか。はい、さすがに、回収はしていきたいところで、でもってレジェンドもね、何がいいかはよくわかんないんですよね。一応坂本商店っていう安定のムーブを取っているんですけども、ほんで6個軽減、この6個も別にどうでもいいということになっているんですけども、一旦ここつなげて、5個、はい、そんでもって1個か。まあしゃあないな、これこうやってこうやりましょうかね。普通につなげていこうか。 OK。そんでここで邪魔飛んでくると、まさかの邪魔飛ん、あ、必殺ふ、あ、これは青全部か。なるほど、青最大10個邪魔変換とか飛んでくんのか。了解したわ。それは覚えとかないといけませんね。ここぶち込んで、ぶち込んでぶち込んで、ぶち割り、届かないんですけども、どうでもいいですわ。はい、ほんでまたさらに青軽減が飛んでくるというムーブ。ほんでダメ減がキッシュことなっとんな。うーわ、このダメ減、あ、ほんで、うーわ、ほんで暗闇も使用してくると、キッシュいね。まあこの暗闇はターン指定なんでどうでもいいとして、一ターン残んのかな、惜しいところではあるんですよ、本当に。はい、そんでもってここやな。あ、ほんで、ダメージ1でしょ。これちょっと待ってや、また限定使わなあかんパターンかな。もうええわ、限定使う。はい、というわけでパーティー変えまして、こんな感じでいきますわ。もう回復キャラなんかいりませんわ。はい、ほんでレジェンドを高速軽減、はい、生成4軽減積んで、
バラチンがいるんで永続ダメゲン、まあ言うたらバラチンが、回復要因となってるっていうパターンにやっていこうかなと思うんですけども、ただねこれ限定積んでも高速をね特性分でいなすことは無理なんで、だからちょっとまあ頑張っていく必要があるんですけども、頑張っていくというわけで、ここぶち込んでバラチンは絶対割っていきたいんで、そんで、はい、ぶち込んで、そして持って、これはね、これはね、これでどうしよっかな。まあ割っといて、ここまあ割りましょうかね。はいと。珍しく生成数軽減がいないんで、ちょっと後のキャラクターたちあんまり必殺生みにくいという状況ではあるんですけども、バラチンのバラチンのやん、バラチンのバラチンのバラチンのやで、これな、どないなってんねんこれ。ここに関しては、はい、ぶち込んで、そしてもっとで、これは、まあ、先に割りましょうかね。先にぶち割って、ダメゲン。ダメゲン貫通は、青峰がいたんで、まあ、この青峰を、頼っていくってパターンにしていくんですけども、レジェンドが溜まった。激アツ。暗闇は知らん。うん。暗闇にバチクスはおそらく飛んでこないと思うんで、暗闇は知りません。はい、ガン無視というスタイルを取っていこうかなと思うんですけども、はいと、そんで地味に青峰必殺自動変換持ってんのも強いよね。ここ邪魔、この邪魔もどうでもいいです。はい、邪魔なんかどうでもいいというスタイルを取っていくんですけども、このレジェンドは温存しなくてええわ、別にどうでもいい、これもどうでもいいです。はい、どうでもいいというのを発動していきまして、でもってこれはね、ここでね友情技発動したらダメなんですよね。はい、プラス効果解除飛んでくるんで、ここは一旦スルーして、はい、プラス割ってこうなったら、あー、クザン発動されるんか、まあいっか、ぶち込んでいきましょう。はい、ここプラス効果解除飛んでくるんで、友情技使わずに盤面をさばけたんは自分を褒めていきたいなという布陣ではあるんですけども、オバミツダメゲン貫通、はい、強すぎる。ただここを勝っても次また上があるんですよね、時間制限って。このダンジョン時間制限勝てんのかな、ちょっと難しそうな気しかしないんですけども、プラスこれは盤面触っていきまして、あ、29個、そして持ってここも触っていきたいに触っていきまして、そして持ってここでいなしていこうかなと思われる。そうですね、バフ積んでいこうか、バフゴミ積んで、そして持って暗闇、ここの暗闇ちょっと皆さん見にくいと思うんですけども、我慢しろという命令なんですが、繋がっとんな、こう割ったらいけるかな。はい、素晴らしい。暗闇なんか関係ない、盲目の市川ですわ。はい、撃たれる灰を言ってくれたら僕論できるんですよね、いう話で。はい、そんでもって、はい、またまたさらにまたさらに、ただレジェンドゲージ 100% アップしてくれの何こいつな、僕と友達になりたいんかな、僕と友達になりたいんかお前はな、そうやったらそうと素直に言ってくればいいのに、言うて。これはね、バラチン弱体化食らっとんのか、それやったらバラチンに友情技咲かなあかんな。でもってここぶち割って、ここ弱体化ゴミなし、からの、ぶち割りムーブ、はい、お発していきまして、ほいと、まあダメージ以下ほどなんですが、言うてダメージは入らんな、ゴミやなここは。はい、はい、プラス効果解除謎1、はい、ゴミ、そんで、いや、レジェゲージ 100% ダウン飛んでくるんか、そんなもしてくるんか、じゃったらここは、ここ西野さん打ちたいねんな、西野さん打つ、いやー回復がもったいないか、ここぶち割って純粋ぶち割りを発して、ここ割っ
て、まあ、バラチンと青峰に頼っといたらいい気がするんで、弱体化入ってるやろ、誰の弱体化やこれ。そんでここはねクザンじゃなくてオバミツで打ちたいんで、ここをこうしましょうか。はい、ピタスチ、うまいことピタスチ。ダメージ以下ほどというわけで、永続ダメゲンが強すぎるんですわな。シンプルにシンプルに強いわこいつら、こいつらシンプルに強い。敬意を表してシンプルにこいつらと言うんですけども、これは厄介なんで一旦お前発動しようか。発動する意味ないと思うけども、そんでもってダブルタップならない。ぶち割って、おいおい、そんで2つ割りになったんで、これは友情技発動せずにこのまま行きましょうか。はい、このまま行きましょう。素晴らしい。ダメージ以下ほど、飛ぶん突破かな、飛ぶん突破かな。これはでっかいですね。なんかダメージなんか200万ぐらいなこいつ HP、 どないなっとんねんこれ。勝ちかな、はい勝ち。そんでもってここなんですが、どうなる、レジゲージ一緒にね。高速の味方に致命的、やっぱり弱体化の味方に致命的は入らへんな。その心配がないんで、まあ優雅にやっていきたいなという状況ではあるんですけども、ここはここも一旦こうかな。そんでもって全つなげしてぶち割りムーブ、はい素晴らしいですわ。オバミツから発動しましょう、バフ詰めるんで。はいはいと、1ゲージ目が HP200 万ぐらいあったんで、あー2ゲージ目も200万ぐらいあんな。12万で13万でこの減り方やもん、13万であのゴミ減り、どないなっとんねんこのダンジョン。終わっとるやないか、耐久力。ほんでまたこんなことしてくれやろ。これは西野さんやな、ここ西野さん発動するときで、そんでもってここに関してはまあぶち込んで、ぶち込んで、ぶち込んで高速いなしでいいかな。はいと、ちょっと高速いなしの友情技がなくなってきたね。これは、味方じゃなくてこいつ自身やな。ほんでもって、まあぶち割って、ぶち割ってぶち割って、クソぶちん割りしていくんですけども、友情技がちょっと足りひんくなってきたぞ。ここに来て友情技が枯渇するとは思っていなかったね。ダメージは入ってんねんけどね。やはりですわ。20万でこの減り方きつすぎる。で、はい。プラス効果解除。これの辺に関してはもうどうでもいいわ。そんで、このレジェンドはさすがに温存やな。さすがにこんなところで発動してるほど今の僕に友情はないわ。ここぶち込んで、バラチン発動したいんでバラチンぶち込んどいて、はい、邪魔は別にいなさんでも大丈夫なんで放置でいいわ。はい、野放しでいいわ、話しがいで大丈夫じゃないかなと思うんですけども、はい。そんでもって、はいゴミダメージ、HP 半分ぐらいいったら行動パターンが変わるんですよね。これもまた厄介なところではあるんですけども、高速、これはレジェンドやな。レジェンドでいなせるんで、レジェンドいなしで。そして持って、上割り、下、ハート割り。そして持って、これは、これこう割って、はい、繋がった。偉すぎるわ。ほんで、ピタスチ。話し合いから解放されたところでやっていくんですけども、おい、おそらくこのダメゲンは切れることまあないかなとか言ってたら切れてたわ。ここで結構ダメージ与えていきたいね。40万でその減り方、
300万ぐらいあんなこれ HP。 キモすぎひんか、キモすぎんな、キモすぎんと新しい薬杉ができてんねんけど。ここに関してはまあ別に、下割りかまして、これでは先にここぶち割ってソーダスの、まあ割っとくか、ここ割って爆発さして、そして持ってこれは、これではゾロはちょっと今はもったいないな。まあエッカ別に適当に割っておいて、HP 回復、これ何を吸収するんこいつ、ちょっと見ていなかったんですけども、見ていなかったという状況。あ、邪魔か、あい、行動パターン変えたったら何の関係もないというわけでね、でかいでかいですわ、でっかいでっかい。レジェンドぶち込んで、もうこうなったら友情技は返ってきてるかな。はい、いなして、あと1枚発動したらいいだけ、あー余裕やな。じゃったらここはまあえっか、ここ発動しといて、そして持って黄色はハート割ろう、ハート割って、弱体化いなしといて、一応弱体化はいなしとこう。弱体化何パーセントとか分からへんからな、レジェンドのあのダンジョンの場合は。はい、盤面破壊、盤面破壊とかどうでもええわ。そんでもってここなんですけども、これはね、これはルキアやな、ルキアぶち込んでギョンギョンにまくっていこう、このターン。はい、ぶち割り、ぶち割り、ぶち割り、はい、おいのしょいの、そして持って、あー、この真ん中のハート邪魔すぎるわー、まあ、貫通しといて、はい、いや、まだまだやな、耐久がきついわ。これ味方全体のプラス効果解除か、めっちゃ飛んでくるやんこれ。マイナスか、マイナスやったらいいねんけど、プラス効果解除がやたら飛んでくんな。やっぱりバラチンが特攻なだけにえぐいぐらいプラス効果解除してくんな。ゴミやな、シンプルにゴミやな、シンプルにゴミやな。ぶち込んどいて、レジェンドは温存で全然大丈夫。これは青を最大10個なんか変換してくるんやな確か。まあ割っとこう、破壊される前にぶち割っといて、そんでもってもう行動パターン変わらんから、あとはこいつとの耐久勝負やな。早く命尽きる方が負けというわけでぶち殴っていくんですけども、あいまいまいまいの効果解除、あ、これは避けれたんでかいわ。これは西野さんも発動しよう。今プラス効果解除飛んできたんで、次のターンはおそらく飛んでこないと思われる。そして持って、レジェンドも絶対的温存する必要、まあ別に発動する意味もないんで温存しておきましょうかね。はい、ぶち込んでいきまして、はい、おいと、アホほど青、アホ青なんで盤面が素晴らしい状況で、これは次ピカスチ決めましょうかね。はい、ダメージ1、はい、どうでもいい。このターンにダメージが切れるんで、これマイナスな、こっちじゃないんで大丈夫。ここでレジェンドぶち込んでおきましょうか。これは温存して大正解やわ。はい、レジェンドぶち込んで、そして持って、これは上発して、上発、上発、はい、まあぶち発して、そんでもってここ、はい、ぶちん割りして、次のターンで突破したいんですけども、あー、いけるな、これは。あー、ワンチャンこのターン中にいったかな、マイナス効果解除してこうへん、あー、まあええわ。
何にしろ勝ちました。これで小葉三つか青峰の必殺を割れば僕の勝ちが確定しますね。了解しました。素晴らしいです。これぶち割って、はい、これで勝ちました。はいはい。そんでもって、ゴミバフ積んで、はい、そしてもって、はい、はい、ぶち割って、はい、勝利。いやー、きついね。シンプルにきつかったわ。なるほど。やはりまあ、5.5 周年ともなれば、限定なしはもう無理か。はい、勝利。19ターンかかったわ。このダンジョン300秒以内って無理じゃない?なあ。シンプルに無理と違う?このダンジョン300秒って。これダンジョン的にはさっきと一緒か?さっきと一緒っぽいな。全く一緒か?あー全く一緒やな。はい、というわけでパーティー変えましてこんな感じでいきますわ。ダメゲン解除をオールマイトに任してレジェンド、今回の新レジェンドですね、これ使うん忘れてたわ。高速軽減持ってるんで、高速6個軽減持ってるんで、まあ適正なのではないかなという淡い気持ち抱いていこうかなと思うんですけども、ここに、あーそうか、こんな喋ってる暇ないわ。喋ってる暇ないわ。言うて。ここに関して、はい、ぶち込んどいて、あとはオールマイト、10個軽減するのみなんですけども、はい、10個軽減。はい、積んでいきまして。あとはゴリブッパやっていくというムーブではあるんですが、はい、早く、はい、とにかく、とにかく、はよせ、いう話で、はい、ぶち込んどいて、そんでもって、ここも、はい、ぶち込んどいて、ダメゲン貫通要因で一応ね、青峰と、どうでもええわ。こっからね、僕の語彙力死ぬんですけども、ちょっと、ご安心を。はい。ご安心をですわ。はい。何を言ってるかわかる。ご安心を。そんで、ここに関しては、またこんなことしてくるという状況ですね。わかっていた。わかっていった。はい。そんでもって、ここも、はい、吸収積んで、そしてもって、で、ここハート割っとくか。ハートぶち割っといて、はい、おい、そんでもって上割って、下ぶち割り、はい、お初しといて、はい、ちょっと高速が思いのほか厄介やな、これ。ちょっと待ってくれ、高速そんな厄介か。オールマイト連れてきたん失敗が、これ失敗の可能性しかないな。あ、ほんで弱体化忘れてた。弱体化の存在に今気づきましたわ。これそういや弱体化あったな。ちょっと待ってくれよ。弱体化忘れたことによってちょっとあかん気しかしねえんですけども、ねえ大丈夫?やっぱり味方全員高速軽減は必須か。これ必須の可能性しかしいひんな。はーい。うわ、すーごい青峰。青峰の火力がすーごいわ。はい、高速。ゴミ高速。わ。23か。今何秒?あれ?全然タイム減ってへんやん。あ、友情技とか発動してるときって、あ、タイム減らへんの。言え!それを。そんな肝心なことなんで言わんねん、ボケが。はい、というわけで、レジェンドを奇跡の世代にいたしまして、はい。これでも余裕に勝てるんじゃないかなと思うんですけども。そうですね。まあ、ニカルフィーも積んできたんで、はい。というか、さっき僕なんでニカルフィー積まへんかったんやろ。それの謎が一切解けないんですけども。はい。そんで、なんか、ペイントプチバカうむねんな、この。レジェンド、アホやん。このペイントプチの量、アホなんですけども、非常に。非常にバカげている。はい。そんでもって、まあ、ぶち割りでよろしいかな。はい、ぶち込んでいきまして、そしてもって、ここ、ちょ、何をしてくるか全くもって覚えていないんですけども、どうでもいいというわけで。はい。あ、なんだかんだ13秒経過してるわ。ちょっと、
このねレジェンドとか召喚してる間のタイム経過しないというのが分かったんですけども、ただしかし、それに甘えている自分がいますわ。そんなんしてたらまだ分かんないというわけで、そんでここに関しては、高速いなしていきまして、そして持って青峰、はい、ダブルタップ、余裕のダブルタップ、はい、ぶち込んで、上緑割って、で持ってで大場三つ始まりでぶち割っといて、そしてこっからダメゲンが来ますんで、青峰と大場三つ頼りになっていくんですが、はいと青峰強いな、シンプルに青峰が強いわ。さすがまあバフ積んでるからな、あいつ。ああ見えてバフ積むからな、終わってんねんなこいつの性能ほんま強すぎるわ。そうですね、レジェンドぶち込んで、あ、奇跡の世代で10年に1人なんや、それ知らんかったわ。まあまあ生まれるやんそれやったら。そうなんですね。これでは、はい、ぶち込んで、そんでもって、はい、ぶち込んでいきまして、そうですね、これでは大場三つで分厚く割る方がいいな。はい、分厚割り、はい、やっていきまして、はい、はい、着地、うまいこと着地。はい、ダメージいかほどというわけで、バフ積んでるんでこのターン中に突破できたら嬉しいんですけども、さすがにそんなことにはならないか、なりそうにねえな。はい、強すぎる。オッケー。あ、もう全然余裕やん。まだ1分経過してへんの。嘘やん。何をビビってたん僕は。そしたらもうカットでいいかな。うん。勝てましたっていうとこまででいいかな。無事に勝ちましたというわけでね。3分残した。2分勝利。はい。というわけで。ただただ硬いだけでしたね。ジャマプチがうざすぎたっていう感想しかありませんでしたわ、このダンジョンに関しては。あらした。